ごきげんよう、トッポドです。さあ、今日やるゲームはこれ、シシファスシミュレーター。岩を運んでくゲームだね。うわ、動画では落としてるし、かないそうだな。よっしゃ、じゃあ鍛えてくぞ。まだ僕ガリガリだね、始めたばっかだから。とりあえずこれを運べばいいのか。あれ待って、ガリガリだからすぐ終わったし、ちょっともう一回やっていこう。うおー、運んでいくぞー。ダメだ、力なさすぎて全然運べないね。で、こうやってクリックするとね、筋肉増えるから、こうやってちょっとね、鍛えていこう。うわ、この人、絶対将来ムキムキになりそうだな。そんな顔してるよ。じゃ、ちょっとね、他にも時間が経つともらえるプレゼントとかもあるね。これ、お、筋肉300も増えた。一気に増えたね。よし、パワー800超えました。それから、ルーレットもあるね。こういうのはちょっとどんどんやってこう。よし、ポーションゲット。さあ、それからペットガチャ。いいの来い。犬。ちょっともう一回やろう。もっとレア度高いの欲しいの、犬。犬2匹来ちゃったか。とりあえず2匹ともつけよう。もうこうなったら、この2匹とも大切に育てていきたいね。でも、1クリック11.2も筋肉増える。やっぱペットの力はすごいな。もう一回犬だったね。犬めっちゃ来るな。さあ、僕の筋肉もね、なんだかんだ1000超えたからね。これで結構運べるようになってんじゃないか？うおー、それでもこんなもんか。もう一回。ここでクリックもあるんだね。クリッククリッククリック。いや、全然運べないね。いや、まだまだ僕の見た目、細いからね。この坂道も結構長いよね。でもあの人頑張ってるね。あ、終わっちゃったか。いや、もっと筋肉欲しいな。ムキムキな見た目になりたいよね。ちょっとこの岩、登れるかな。よし。そりゃ、この辺で鍛えまくろうと思います。筋肉 4K になりやした。いや、まだ細いよね。もっと横長の顔になりたいんだけど。ちょっとやってみよう、4K。さあ、これが 4K の力。どうだ？重い。いや、こんなもんか。もっといけるかと思ったんだけど。ちょっと他にも、あ、これできるね。マグマの卵。何が生まれる？フォックス、おう、キツネ。これちょっと、これもやっとこう。さあ、みんなが押してくれた高評価をここに今日もね、使っといてと。よし、もうこれ買ったからには、今日はね、やり込んでいきたいね。さあ、もう一回。そう、おちょ、豚、1クリック。86筋肉増えるようになりました。よし、じゃあまた。岩の上で修行するか。世界中のみな、高評価をして力を分けてくれい。わしの筋肉、21K になりました。うわ、鍛えすぎちゃったな。細いな。まだ細いな。こんなやり込んでんのに。ちょっとこれ、どこまでいけるかな。さあ、うおー、運んでいって。これ一番上までいけるか？うおー、タコ、タコが押し込んでる。今日もタコの力がすごいな。力がなくなってきたー。ロレット、スタート。おっと、さあ、いいの来い。これペットが一番レアだよね。あ、でも筋肉10K来たー。え？一気に筋肉増えたんだけど。やばい、34になった。34K、これいけるかな？さあ、クリッククリッククリック。いよいよ登ってってるね。登るスピードも速くなってきないか？おー、頂上見えてきたー。いけそうだね。頑張れ、あとちょっとだ。でも、力がなくなってきてる。パワーがー。え、待って。やばい人来たんだけど。めっちゃやり込んでそうだね。おお、ちゃんと筋肉もついてる。つぶらな瞳なのに、めっちゃ鍛えてんね。すごいダンベル持ってるし。
ペットもなんかでかいね。つぶらな瞳なのに。よいしょ、僕もなんとか50系超えたね。いやー、ここまで来たか。てか、ここにダンベルあるよね。待って、これは？これなんかペットのなんかで、こっちが、新しいダンベルに変えたりもできるんだね。これでちょっと重くなった？多分重い方がパワー上がるよね。一番重いのも持てる。こっちの方がめっちゃ筋肉増える。もうないか。じゃあそろそろいけるかな。よいしょ、始まったね。うおー、筋肉使い込んで、早い早い。めっちゃパワー上がってるよね。おお、すごいよ、このタコの力。タコがいなかったら、もう滑り落ちてただろうね。え、待って、余裕でゴール蹴るんじゃない？うわ、筋肉つけすぎちゃったね。筋肉余してゴール。おお、キト新ステージ。水中ステージにやってきたね。さあ、これ、あ、なんだ、なんか始まったんだけど。え、なにこれ？靴、ゲット。と、あ、靴あったね。これつけた。スピードが 5% アップ。いいね。もう一回やってみようかな。ここで宝石使ってアイテムゲットするんだね。お、靴同じのが、二つとかつけれるのかな。あ、両方ついたね。じゃ、水中の岩とかも運んでみるか。うおー、水の血の上終わったー。まだまだタコに力が足りないようだね。もっとこれ鍛えていかないと。じゃあこの辺で鍛えていくか。そりゃ、行きましょう。タコ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 。いや、ちょっと僕の体太くなってきてるよね。これね、こうやって岩を運んで、で、トロフィーのポイントを使ってリバースすると、これでちょっとずつ体が太くなってくってことだね。リバースすると、見た目が変わっていくってことだね。じゃ、ちょっとこれ、トロフィーポイントをね、稼ぎまくって、リバースしまくろう。よし、次は1000必要なのか。よし、これちょっと運んだだけでも増えるからね。これでリバース。おー、もうガリガリじゃないよね。いいねー。やあみんな、チャンネル登録、高評価よろしくね。チャンネル登録、高評価よろしくね。チャンネル以上、やあ。さあみんな、僕の筋肉見てください。ようやく普通ぐらいになったね。それじゃあ運んでいこう。さあ行くぞ。おー、いいよいいよ。すごいパワー。いや、でも、まだ足りないか？いやー、半分ぐらいかな、今の。まだでも力足りないよね。力 5M を貯めてるのに。いや、クラーケン並みのバカ力になるまで鍛えないといけないのか。うおー。そろそろダンベルも変えていこう。さあ、次のダンベルは、何これ、海藻かな？なんか軽そうだけど、こんなので筋肉増えんの？で、めっちゃ増えてるよね。めっちゃ片腕だけ鍛えてるね。よし、これも、卵ガチャもね、やっていこう。タコ来い！誰？何これ？まあ、とりあえずつけとこう。これ待って、なんだこれ？トレード来たね。ちょっといらないのあげてみよう。え、これ誰だ？すごいペットくれるんだけど。これペット交換。あ、できた！え、待って、なんかすごいのもらえたぞ。1.04K、800。めっちゃ強いんだけど、このペットたち。強い3匹もらえた。今まで45のペットが一番強かったんだけどね。さあ、これでどうだ？じゃあ、上まで行けるかな？さあ、新しいペットの力、そしてタコの力で、押し込んでるね。すごい！半分まで来たぞ！水中なのに。軽々いけたね。また力を余してゴール、やったー。あ、この人かな、さっきペット交換してくれた人。ストラローさん。うわ、つぶらな瞳の人だ。
やり込んでた人だよね。さあ、新しいエリア、砂漠までやってきたけど、この辺なんかできるかな？とりあえずダンベルを変えていきたいよね。これなんだ？あ、ここでも宝石を使う場所があるんだね。ダンベルはここか。ちょっと新しいダンベル、これに変えて、もう一つは、200M 貯めないといけないね。でももう 100M のパワー超えたね。300M になりました。そろそろいけるかな？よいしょ、砂の塊運んでくよ。重いね、砂。砂って、集まるとなんかめっちゃ重そうだよね。ちょっとなんかこの辺ガチャできないかな。この辺はまだできないか。持ってるペットがでも強いよね。ガチャする必要ないか。さあ、なんだかんだ僕の筋肉も 10B 超えました。やり込みすぎでしょ、10B って。どんどん桁変わってるし。10B 行くと新しいダンベル。これだね。やばい、コロシアムのダンベル。こんなのもう持ち上げてんの？もうこれ僕巨人になってるってことだよね。よし。ならこの砂もいけるはず。さあ、10ビリオンの力、行きましょう。うおー、いいよ。上まで行きたい。いいね。たこ焼きを作ってるみたいだったね。これでもいけるぞ。近づいてきた。いや、ちょっと筋肉足りないか。あとちょっと。じゃ、ちょっとね、20B 行ったら、また挑戦していこう。あれ、トレード来たね、また。ゴットンさん。おー、やばいやばい。ちょっといらないのあげよう。よし、やばい。8K と5系のペット。おー、またなんか強いのくれたんだけど。うわ、強。9.6 と10系の強さ。やばいね。もう UFO がペットになっちゃったし。すごいのもらっちゃったなぁ。さあ、もう 20B 超えてた。これならいけるはず。いいよよー。たこ焼きを作るように運んでるね。半分超えたかな。これも余裕でいけるんじゃないか。すごい。見えてきた。うおー。到着来たー。新ステージ。あ、この人か？いや、この人じゃないね。トレードをした人は。あ、この人だよね。フレンドじゃないのに、めっちゃいいのくれるね。そう、じゃ、エジプトの岩でも運んでみるか。どうだ？エジプトの岩って。さあ、行きましょう。早い。全然パワー足りないか。まだまだ鍛えないとね、これ。あ、リバースできるね。リバース、リバース、リバース、リバース。おー、やりすぎた、リバース。太くなったからだ。あれ、そんな変わってないような。もっとムキムキになってほしかったな。さらに、やり込んで 30T の筋肉になりました。さあ、これならいけるんじゃないか？さあ、行きましょう。トコ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 。おー！砂漠の岩も結構運べるようになってる。うお、なんだあの上。天国見えてきた。天国2体終わった。ここが限界か。いやー、めちゃくちゃ鍛えすぎちゃったね、今日は。じゃ、ちょっと久しぶりに、一番最初のステージに戻ってみようかな。おー、やー。細いねー。僕はこんな鍛えちゃった。なんだかんだ今日もね、最強男ボンドになりました。みんな、じゃあね。